城の主営詰め所、ミドルハム城の場所ミドルハム城は、12世紀の終わりに、イングランド、ノースヨークシャー州のウェンズリーデールに、それまでのモッドベイリー方式の城のそばに、建てられた城である。1270年にこの城は、ネビル家の手に渡った。ネビル家で、最も有名なのは、キングメーカーとしてバラ戦争に登場するウォリック博、リチャード・ネビルである。 1460年のウェイクフィールドの戦いで、ヨーク公リチャードが死ぬと、リチャードの幼い息子たちは、ボリックの庇護下に入り、二人とも一時期ボリックの家族と一緒にミドルハム城に居住していた。彼らの兄、エドワード4世国王が、1469年にボリックによって捕らえられて、短期間拘束されたのは同じく、ミドルハムであった。 1471年のバーネットの戦いで、ウォリック博が戦死し、エドワード4世が国王に復位すると、リチャードはウォリック博の娘アンネビルと結婚した。彼らの住まいもミドルハムであり、彼らの息子の王太子エドワードが生まれたのも死んだのもミドルハムだった。リチャードは後に、リチャード3世として国王になったが、彼は2年の統治の間、 ミドルハムではほとんど全く過ごさなかった。1485年のボズワースの戦いでのリチャードの死の後、ジェームズ一世の統治の頃まで城は王室の手に残っていた。しかし17世紀には使われなくなり、破損がひどくなった。新京都革命の時には城に守兵が置かれたが、特筆すべき活動はなかった。現在、城石が イングランド歴史遺物保存組織であるイングリッシュ、ヘリテッジの保護下に置かれている。ありがとうございます。